皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学2年生の歴史、花開く元禄文化というタイトルで、この元禄の時代に活躍した人たち、この人たちについてお話したいと思います。社会が活気づいた17世紀の後半から18世紀の初め頃、上方、大阪や京都ですね、ここを中心に華やかな町人の文化が生まれました。これを元禄文化と言います。この伊原西鶴という人は、町人や武士の生活を滑稽、つまり面白おかしくね、描いた浮世草子という本を何冊も出版して人気を得ました。浮世草子というのは今で言ったら小説ですね。これを何冊も出して人気を得たと。代表的なものに日本永代蔵、それから世間村材用というものがあります。この世間村材用というのは、大晦日の日、主人公は借金取りに追いかけられながら、ね、正月の支度をする、この様子を面白おかしく書いたものです。それから近松門左衛門、この人は二十歳の頃から人形浄瑠璃の脚本を書き始めて、義理と人情の葛藤を描いた作品、これを次々と出しています。この人、歌舞伎の脚本も書いています。この人が書いた脚本で、当時の有名な歌舞伎俳優がこの脚本で演じています。代表的な作品、曽根崎真珠があります。これ曽根崎真珠の曽根崎、こちらの文字とこちらの文字、教科書によってちょっと違っているかもしれないので、皆さんは自分の教科書に合わせた方で覚えてください。で、超有名な人、松尾芭蕉がいますね。松尾芭蕉、この人は俳諧を、これ俳句のことですね、この芸術的に高めて、旅をしながらたくさんの句を読んでいます。当時、自由で滑稽、つまり面白い、俳句、これが流行していたんですけれど、芭蕉は自然をテーマにした奥行きのある、趣のある俳句をたくさん読みました。で、代表的な作品は奥の細道ですね。で、自由で滑稽な俳句、これで有名なのは、実は伊原西鶴なんですね。伊原西鶴というのは21歳の時、俳句の俳諧ですね、の師匠になっています。つまり先生になっています。そしてこの人、この八数俳諧というのがあるんですよ。これは何かというと、一昼夜、つまり24時間でどれだけたくさんの句を読むことができるかと、こんなことをやるんですね。それでなんと一昼夜で23,500、こんな数の俳句を読んでいます。まあ数だけたくさんなんですけれど、まあ俳句と言えるかどうかね、わからないものも含まれているのでね、何とも言えないんですけど、実は芭蕉と西鶴というのは俳句に対しては全く対照的な人物だったんですね。それから緒方広麟、この人は大名家と親しく交流して、つまり、大名家に、助けてもらってとか、スポンサーになってもらって、ね、そして屏風や蒔絵に鮮やかな装飾画を描いています。それから土川師直、江戸の人なんですけれど、この人、町人の風俗を美しく描く浮世絵、これを始めました。もともと浮世絵というのは絵本の挿絵だったんですね。この挿絵だった浮世絵を一枚絵として独立させました。で、一枚絵といっても直筆、ね、実際に筆で描いたものというのはそれ一枚しかないので、値段が高くて庶民には手が出ません。しかしこの浮世絵、これは木版画だったので大量に作られて安かった、ね、だから庶民にとても人気が出ました。そして最後ですけれど、肥前有田、今の佐賀県ですね、ここの坂井田柿右衛門という人が初めてこの陶磁器に赤黄緑の絵付けをする、これに成功しました。それまではこういう色っていうのは陶磁器にはなかったんですね。で、柿右衛門のこの
ね、有田焼き、これは日本各地だけでなくてオランダ船で海外にも輸出されました。この伊万里港から、ね、この有田焼き、伊万里港から出荷されたので、これ伊万里焼きとも呼ばれています。ここで赤い丸で囲んである部分というのはテストで出やすい部分なので皆さん覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。